はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日もこのお時間がやってきました。みんな大好き6倍フルオートシリーズ。はい、えー、第30回目を迎えるね、記念すべき、えー、この回にね、えー、登場していただいたのはこちらの人物です。はい、AN94 マニアってことで、 えー、今回はね、こちらの AN94 をね、使って、まあ、6倍フルオートを試していこうと思います。えー、ガン・スミスはね、えー、こんな感じ。フルオート AN94 です、はいえー。基本ステータス、えー、垂直80、水平78、エルゴ51、精度が72、腰ダメ73、えー、有効射程が120ってことでね、これもう、基本ステータスを見てもらったら分かる通りなんですけど、有効射程が120あって、精度がね、72ある。 で、まあリコイル制御がね、えー、若干足りなさそうな気もするんですが、このね、AN-94 はですね、2点バーストで撃つことも可能なので、まあワンチャンそっちでもいいかなって感じですね。はい。まあちょっとそれはね、えー、射撃場で試してみて、まああの判断したいと思うんですが、まあ、あとはね、まあ戦場での判断になると思うんですけれども、まあこの武器はね、えー、そうやってまあ使い分けることができるんですよ。はい。まあフルオートモードでもね、えー、2点バーストで撃つことができるので、 まあ正直ね、えー、かなり可能性感じてます。はい。えー、今回ね、この AN94 が6倍フルオートの救世主となるのか、えー、早速ね、徹底検証レビューしていきましょう。レッツゴーはい、ということでね、えー、早速やっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。まあ一つね、えー、まず、まあ、このね、射撃場に来て思ったことがですね、ロクスコジャンマ <laughs> これは見にくい。いやー結構ね、このロクスコがですね、画面の大半を占めていて、 少しね、ま見づらさはありますね。はい。まあとりあえずね、フルオートで打っていきましょうか。まあノンリコイルで打つとこんな感じ。まあこれぐらいに跳ね上がっていきますよね。うん。まあ垂直リコイルがね、80しかないので、まあ80もありゃ、まあ十分だって言ってくる人もいるかもしれないんですが、まあとりあえずまあ6スコフルオート打つと、まあこんなもんですが、まあ意外といけるかな。うん、やれるかもしんない。うん、やれるわ、これ。多分やれるという結論にね、え至ったと思います、今。はい。 いやいや、こんがり、ロクスコフルオートはちょっときついぞって方はね、えー、こうやって2点バーストで打ってもらえれば、まあ、全然いいんじゃないかなと思いますので、まあ、タップ打ちでね、こうやって2点バーストやってあげてください。はい。まあこのね、えー、セミオートから2点バーストにこうやって変えて、まあ普通に打ってもいいですし、まあ、こんな感じでね。まあ2点バーストの方がね、まあもちろん安定はするか。いや、今回こっちでやってみよっかな。2点バーストのね、えー、ちょっと可能性を知りたい。うん。これ2点バーストですわ。 え、結論出ました。はい。これ2点バーストです、皆さん。分かっちゃいました。えー、これね、フルオートじゃなくて2点バーストでね、えー、しっかりと、まあ、ロクスコフルオーティングかませば、まあ、いいんじゃないかな。うん。まあ、こんな感じでね、えー、しっかり縛くこともできるんで,で、バイザーに当てるもよしだし、これだわ。はい。ということでですね、秒速29センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、肉の日といえばですね、まあ、926なんですよ。はい。 でまあ、僕ね今回あのいつも来ている5層じゃなくてね、えー、多分926っていう、まあ、なんかあの少しね、えー、防護エリアが、まあ、狭いね、えー、防具を使っているんですけれども、まあ、少しね移動速度が、まあ、やっぱりねフルアーマーだと、えー、遅くなってしまうので、まあ、それをですね懸念して、えー、今回はね動きやすい格好で来てみましたはい、まあ、色々ね試しながら、まあ、遊んでいければなっていう感じですね、はいまあ、防具もねめちゃめちゃ大事になるので 皆さんね、よろしければおすすめの防具とかね、コメント欄に書いてみてください。えー、次採用されるのはあなたの防具かもね。ってことで、えー、早速やっていきましょうか。えー、今回ですね、ノラはですね、入れてません。はい。なんでかっていうとね、あの、ノラを入れることによってですね、なんか結構さ、ムーブがめんどくさくなるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ,あの、そのさ、ノラがね、僕の物資を取りに行っちゃうので、それで僕も慌ててね、結構なんか冷静な判断ができなくなったりしますから、 まあそういうのをね、えー、懸念して、今回はね、一人でやっていこうかなって感じです。はい。まあ、鎖作に来ております。ということで、えー、今回はね、ここで湧いたんですが、えー、敵さんどこで湧いたんでしょうか。脇ポジは未だに分かりません。ノースリッチ。えー、サービスエリアもありますけれども、ちょっと一旦この辺でね、えー、まあチャー濁しておきましょうか。まあ、ツンツー剤はもう決めてるので、えー、皆さんにね、えー、指摘されることはないでしょう。どこ,こ行こうかな。 いやー、ちょっと通信局2機とかもいいんですけど、ホテルってさー、結構もう人気なくなったんかなーなんかそんな感じするよね。結構なんか分散しているイメージ。うーん。ちょっとマジでさー、タンスなだけはやめて。まあ、胴体ワンパンのね、SR さえ来なければ、まあ、どうということはないので、まあ、しっかりとやっていきましょうか。おっと、早速いるなー、ホテル2機。マジか、俺の裏からこんにちはしたんか、それ。許せんなー。 しばきたいけどね、見えたら。見えたらやりたいんですが、もう入ってったかなあー、待って待って。いるいる。お待って待って。ちょ、待って待って待って。マジでさ、最近なんか敵が透明になるんだけど。まずい。ちょ、一回逃げるか。うざいわ、このバグ。なにこれ。なんか描写限界っていうかさ、なんか敵が透明で見えないんだよな。これ困るよね、本当に。この透明バグ。ちょ、マジでやめてほしいわ。 ちょい、最悪。一回ちょっと引くか。めんどくっさ。うわー今の5層だったからやりたかったんだけどね、ヘルメット。マジかよ。ちょっとめんどくさし。でも、こっちにいるから、まあ、よしとしましょうか。とりあえず、通信局2機縛きたいと思います。いや、これ2点バーストさ、若干きついかもしんない。やっぱ止まってくんないときついわ。ちょっと体力切れのね、敵とか狙っていきたいですね。はい、いました。はい。 めちゃめちゃいる、めちゃめちゃいる。はい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 。おっと待って。しばけねえ、これ。これダメだ。これフルオートだ。待って待ってみんな。これフルオートしかないわ。フルオート一択です。ちょ、待てよ。マジか。フルオートじゃないとこれ無理だわ。皆さん、二点バーストの時代、無事に終わる。これ、クスコフルオートでやるときはね、フルオートしましょう。じゃないとダメだ。やっぱバーストとの組み合わせはね、あんま良くないのかもしんない。一旦こっち左回りで行くか。冷静にな。こうやってね、 仲間がいないことによってもう自分一人でやるしかありませんから冷静になれるんだよね冷静な判断力っていうのがね身につくようになりますからやっぱソロってさ実はね不利に見えてね意外とねなんかいいかもしんない俺ソロが向いてるわやっぱりもうノラがさ自分の物資をねぶんどってくるのが相当うざいからまあそういうのをねえしっかりとケアできますから冷静にこうやって立ち回ることができるこれはね めちゃくちゃでかいんですよね。で、敵がなんか僕のことをね、警戒してたら、まあ、この辺で張ってるかもしれないんで気をつけましょう。どっかにいないか。さすがにさ、奥に逃げたか。通信局に逃げた可能性あるな、これ。12分にあいつはなんだあいつ普通にさ、スカベだよな。いや、違うか。はあれ普通にプレイヤーかあ、プレイヤー臭いか。ちょ、待って。あいつ普通にプレイヤーだな。マジ おい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 。マジかよ。ちょ待て。あいつのさ、頭。芝こうか。はい、オッケー。ここはしっかりと2点バースト決めていく。さらに、あそこにもいるか。あれはスカブです。さあ、まずは1枚。ファーストキリング。ただなんかさ、味方がいた気がするからね。もう1枚確定でいますから、しっかりね、回っていきましょう。あ、これソロだ。俺やっぱソロの方が向いてるんだ。 向き不向きってあるんだな。なんか人数差でさ、いっつもね、野良で入れてましたが、やっぱり野良いない方が自由に動けて俺強えーわ。ソロ向きのプレイヤーってやっぱいるんだな。リアルでもさ、やっぱ僕ソロでしかやってないから、うん、仕事もソロだし、で、基本的にさ、友達とも遊ばないからさ、まあ、いないし、ソロだしね、なめんじゃねえぞ、ソロプレイヤー。 とりあえず、ツンツう剤飲んでおきましょうか。最近僕は鎮痛剤のことを、ツンツう剤って呼んでるんでね。皆さんもよろしければね、呼んでみてください。えー、一旦ちょっとここでさ、まあちょっと動かざるごとなんですけど、いるかな敵。でもあいつ漁ってたんだよな。ワンチャンさ、しばき合ってた可能性も、なきにしもあらずじゃないですよね。さすがにね。さすがにプレイヤーいると思うんだわ。 一旦さ窓ガラス割っとこう見づらい、まあ、こんな感じでね、えー、とりあえず射撃しておきましたよと。で、基本的にフルなんで、えー、一旦ここでね、ASMR のお時間です。皆さんお待たせいたしました。とりあえずフルにしておこうか。で、後ろしっかりとクリアリングして、クリアクリーン、お口クチュクチュしておきましょう。さあ、歯を磨かないやつはマジでね、異性にモテないんで気をつけましょうね。口が臭いやつと誰がキスしたいんだっていう感じなんで。 マジで歯磨きだけは絶対にしてくれよなみんな。恋愛できないぞそれだと。でまあ恋愛できてる人もね、冷められる可能性があるんで、はい。公衆は災いのもとですからね気をつけましょう。さあ一旦ですね、敵に公衆滅びのバーストストリームを送っていきたい。通信局怖いな一旦当倍に変えておこうかここ。しっかりと反応できるようにしましょうね。いないかもしかして。いやわからんこれ。どこ行ったマジで。 ちょ、怖い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 。絶対いると思ってね。動いた方がいいわ。これ、しっかりとクリアリングしていきましょうか。はい、ないのか。空いてないし。なんでまあ、とりあえず、アンロック。さあ、アンロック中ってことで。うまいね、これ。無料の電子金庫マニアになれる可能性がある。いやー、とりあえず、インターコートを、まあ、ピーピーピーしときまして。こっち側には、まあ、特に何もちてないか。2階も行こうかしら。いや、まだちょっとね。 安心はできない。しっかりとクリアリングしておきましょう、BB。はい。チョークはなんか400円なんで捨てておきます。渋すぎます。さあ、めちゃめちゃなんか来た。漁るのもいいね、風作は、やっぱり。みんな漁ろうな。やっぱこのメンタルブレイクアウトって漁るのが醍醐味みたいなところあるからね。さあ、AX50 とかいうバカ垂れ武器も来た。マジでさあ、このアタッチメントだけは絶対に許せねえ。他のプレイヤーの手にね、 えー、渡ってはいけないと思いますので、僕がしっかりと、まあ、没収しておきましょう。さあ、ようやくアンロック解除。ここで出てくるのは何かしらああ、何も来ないと。んだよ、これ。期待した俺がバカだったわ。まあ、ね、さすがにね、そんな都合のいいことはないんでしょう。これ、いないかもしかして。もう一枚いると思ってたんだけどな。なんかいないですね、どうやら。 ワン,チャンまあちょっと張ってるのかもしんない。ちょっと怖いからね。えー、まあまだね、えー、ちょっと油断はできないんですが、エキスパート救急キット。さあ、大型の武器ケースも開けていきましょう。まあ一旦ね、えー、ソロなんで、えー、一人で全部縛いて、もう帰りましょうか。うん、1枚縛けてるんでね。やっぱ やっぱり AN94 でした皆さん答えはこれさあまあ転写にできるの相当強いからねやっぱりやっぱりねフルオートと転写のね二刀流っていうのがマジでぶっ壊れてるガチの強さこれ発揮できるんで皆さん絶対に使わないでください本当にやめてくださいこの武器に縛かれたら発狂してしまいますさあということで一旦コモンジャケットも開けましょうかなんか敵いなさそうなんだよなこの感じは もういないのかもしんないね。えー、一旦スーツケースも、まあ、オープニングしておきましょう。まあ、風なんでね、開けられるものすべて開けていきましょうか。珍しいですね、僕がね、こうやって漁ってるのは。まあ、たまにはこういう平和な回もいいんじゃないかな。うん、いつもね、えー、なんか、まあ、僕、戦闘狂なので、えー、ま、敵をね、ばきに行こうとしてましたが、やっぱなんか、それは獣ムーブっていうかさ、人間のムーブではないよね。しっかりと人間らしさを取り戻していきたい。早く人間になりたいって感じ。 めちゃめちゃ美味しいじゃん、アタッチメントが。えー、とりあえず、まあこんな感じで、えー、まあゲットできたので、えー、次こっち行きましょうか。まだいるかもしんないからな。ちょっと警戒していこう、マジで。まだ油断はできないよ。俺が一番最初に打ったさ、あの二人組がね、えー、どこに行ったのかわかんないからね。えー、とりあえずタクティカルパーツケース。初めて見た。何タクティカルパーツケースって。めちゃめちゃうまい。えー、これはしょぼいでしょ。これもしょぼいでしょ、どうせ。70円。 70公演のものを入れておくな、マジで。封鎖にだけは。本当にやめろ、頼むから。さあ、グレネードケースからは、火炎瓶がやってきました。ワンチャンこれ入れといた方がいいな。えー、一旦ね、えー、こっち縛いておいて、えー、こっちね、こうしときましょうか。さあ、弾薬ケースもうまうましていきましょうか。ちょっと怖いけどね、ここで漁るの、本当に。マジで撃たないで、頼むから。 本当にやめてくれよな。めちゃめちゃやり合ってるわ、後ろでは。まあ、一旦無視しましょうか。えー、これ10円の価値だっていらなー、えー。で、グレネードケース、えー、オープニングセレモニー。はい、ということでね、えー、ようやくですが、えー、敵をですね、まあ、物色していこうか。怖いけどな。大丈夫か。さすがにもう撃ってこなさそうかな。うん。えー、とりあえず、こいつは普通にスカブか。スカブをしばこうとしたんだ。いや、それはかわいそう、さすがに。 まあでもね、慈悲はない。さあ、めちゃめちゃなんか美味しいです。武器が。ありがとうございます。まあ、バッグの中身もね、えー、しっかりといただくようと思ったらなかったんで、えー、リグもらってね、帰りましょう。まあ、リグ圧縮ワンチャンちょっとしておいてもいいか。さあ、しっかりね、家の中に帰ってからリグの中見ていきますが。うーん、しょうもない。えー、とりあえずね、この辺芝居ときましょうか。まあ、一応食っておこうか。ね。えー、で、この辺もさあ、しっかりと食ってあげて、 えまあ水分マイナス5とかまあどうでもいいのでえとりあえずエネルギーが必要ですさあ敵のねえお菓子を食べてあげてえちゃんとねえ腹を満たしていきましょうさあということでツンツン剤飲んで帰りましょうもう1枚しばければいいわうん1人1冊の精神でいきましょうねはいえーこんな感じでまあ詰めることができましたのでまワンチャン帰り際にねもう1枚ぐらい合うかもしれませんからまあしっかりね警戒しておきましょうか まあ今、当倍になってるんで、えー、近距離はね、えー、結構無双できるかなって感じです。はい。えー、まあ、もうさっさと帰りましょう。あとは下山するだけ。ここの崖をですね、えー、しっかりと下っていくわけ。素晴らしい。これがロックダウンってことですよね。えー、まずはロックダウンテクを皆さんに見せつけました。であとはどっから帰ろうかなって感じなんですが、あ、こっちから帰れるのか。マジ おいおい、これ駐車場行くしかねえだろ、これ。駐車場一択です。いや、ワンチャン60%ね、外す可能性ありますが、ここでね、もう60%外すようなやつは、もうメンタルブレイクアウトやめた方がいい60。60%弾けない人間がね、帰れるわけないんですよ。これ、普通に運ゲーなんで、メンタルブレイクアウトっていうのはね。僕、あの、期間率が今40%台に乗っていますが、まあ、あの、本当にね、そういうことなんです。確率なんですよ。だから、 まあ40%でね、えー、僕帰還できてるわけですよ毎回えつまり60%引くっていうのはたやすいってことうんいつものね脱出に比べればめちゃめちゃ楽なことですからしっかりとね、えー、もう帰りたいと思います確率引いていきましょうさあエナジードリンクファイナルシーズンを挟んであげてでちょっと敵が多分この辺いないので、えー、まずねあれもやっていきたいお注射、えー、この赤い注射も打っておきましょうか一応な えしっかりとちょっとヘッドラインずらしながらいきましょうさあこれでねえー、駐車の効果も入りましたのでもうあとはね、えー、ガンダするのみですこんがり走れちょマジでさ頼むから駐車場から帰らせてくれこれ帰れたら相当熱いぞおっとおやっぱりねこういうことなんですよねこれで引けないやつはもうやめた方がいいから、まあ、やっぱりしっかりね引いていくわけなんですよね もう弾けないやつは本当にやめた方がいい。うん。もうセンスがないから。ここ弾けるか弾けないかもうセンスの問題ですからね。えーとりあえずしっかりとここでスモークを注入してあげて。で、まぁ、あ、GG です。対戦ありがとうございました。いやー美味しい。一枚しばけるだけで相当今回稼げたんじゃないかな。さあ、ということでね。本日の最終結果見ていきたいと思います。いやーちょっと防具も拾えばよかったか。まぁ、あ、いいか。はい、ということでね。 本日の最終結果はこっちねー。えぇ !12 万円思ったよりはそんなに稼げてなかった。はい。いやーまぁ、あ、ちょっと防具拾ってないからね。まぁ、あ、ヘルメットぐらい、まあ、持って帰ればよかったかなって感じなんですが、まあ、とりあえずですね、えー、無事に、えー、GG することに成功しました、えー。皆さんありがとうございます。まぁ、あ、あのー、使ってみた感想なんですけど、AN94 ね、2点バーストでね、使用するよりかは、やっぱりね、 えフルオートで使った方が安定するんじゃなないいかなって思いました、はいまあフルオートでね、打っても、まあ最初のねえ、初撃は2点バーストになるっていう特徴があるので、その性質をね、えしっかりと理解すれば、6スコフルオートでも打てるし、6スコ2点バーストにも切り替えることができるんで、まあ皆さんね、えぜひとも使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあなっ、じじー。